オープンモバイルアライアンスライトウェイトマシンツーマシンは OMA スペーシェワークスなど既に確立されている他の M2M プロトコルと同様のユースケースに対処するがこれらのプロトコルと違って小メモリのバイナリペイロードを使用して帯域幅の使用を最適化しネットワーク接続が常に安定していない場所での信頼性を向上させるために 複数のサーバーや SMS 転送などの追加機能を導入している。OMA、リンウッド o M2M はまた、サーバーとクライアント間で交換されるメッセージが、業界標準の DTLS プロトコルを使用し、確実に暗号化され、転動なセキュリティ要件を確立する複数のサーバーと通信する、バイアクセス制御リストはデバイスによって、公開されているデータモデルのどの部分を、 どのサーバーで管理できるかを正確に管理する。したがって、リンウッド M2M は、軽量でコンパクトなプロトコルと、効率的なリソースデータモデルを利用している。それは、M2M サービスプロバイダーが、M2M ユーザーにサービスを提供するために、M2M システムを展開するための選択を提供する。リンウッド M2M のアプリケーション層として COPE は、使われている。 OMA ライトウェイと M2M は次のような機能を可能するために設計された OMA リンウッド o M2M 1.0ライトウェイ e i M2M 1.0はつまり初期リリース以下の機能を導入した OMA リンウッド o M2M 1.1リ i n g w o M2M コアとトランスポートバインディング仕様の間の分割は読みやすさを向上させ リンウッド M2M メッセージング層とこれらのメッセージを伝達するための基礎となるプロトコルとの間の明確な分離を可能にし、そして最終的により優れた拡張性を可能にする。この1.21のバージョンでは COPE、Over TCP、ーー TLS TC、および COPE、Over Non IP、すなわち 3GPP シアットおよび 3GPP シアットのサポートが追加されている。 このバージョン1.1はまたトランスポート層プロトコルとは無関係にプロキシ動作及びエンドツーエンドセキュリティのサポートを可能にするアプリケーション層セキュリティプロトコルをスコアもサポートする。ありがとうございます。